強制性交容疑の山川穂高選手出演。憧れを超えた侍たち世界一への記録、WBC 優勝の軌跡を、再編集せず全国の映画館で公開決定。日本野球機構 NPB の井原事務局長は23日、WBC 日本代表だった西武の山川穂高内野手が東京都内のホテルで知人女性に性的暴行をしたとして、警視庁麻布署に強制性交容疑で、書類送検された問題で対応し、6月2日から3週間限定で公開予定の日本代表侍ジャパンの WBC 優勝の軌跡を書いた、映画憧れを超えた侍たち世界一への記録について予定通り、再編集なしで公開される見通しを示した。影響が懸念されていたが、影響についてはないと思いますとし、再編集などについてもないと思いますと、否定した。同映画は2日から全国の映画館で公開を予定しており、4日には TOHO シネマズ日比谷で栗山英樹監督と三木慎太郎監督の舞台挨拶が予定されている。どういうこと？日本野球機構はレイプを容認してるってこと？ホルホルでの現実逃避は誰にも法にすらも邪魔をさせない、ってな意気込みがとてもよく伝わってくるな。嘘だろ、ちゃんとしろよ、倫理観ぶっ壊れてんな。野球界は犯罪に寛容、すぐに再チャレンジできる。モザイク処理しろ、そっちの方が面白い。こういうのって自主規制だし、まだ書類送検だからな。まだ書類送検ってのはその通りだけど、自主規制だからこそ日本野球機構がレイプを容認したことになる。それで良い、関係ない人間のためにコンテンツを奪うな。被害者いるのに金融戦か、上級無罪もほどほどにしとけよ。っていうかなんでこんな奴が日本代表に選ばれたんだよ、西武は隠してたのか。本当に迷惑な話だな、もう大谷のドキュメント映画にしとけ。エッセイ被害許さないと言った口で野球のドキュメンタリー映画見るつもりなの？私、とても笑いました。山川が主役じゃないし上手に編集すれや公開は問題ないじゃん。山川の犠牲フライと、その前の源田のスリーバントなんて今までほとんどダイジェストに流れなかったからな。動画探してもなかなか見つからないレベル。WBC なんて日本以外はやる気なしのエキシビジョンマッチなんだから、 WBC なかったことで十分だろ。山川マジで何してくれてんねん。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。